さあやってまいりました、カメママのクッキングシリーズ第1弾。今回は金時豆です。さあやってまいりました、カメママのクッキングシリーズ第1弾。今回は金時豆です。手に入らないものとか超高いものとかは基本自分で作ります。とうちみんなよく食べるから1パック買ったら1回で終わりだし足りないし、ということで作っていきたいと思います。というかよく見たら賞味期限が切れております。金時豆にね、なんかそっくりなお豆がこっちでも売ってて、レッドキドニービーンズっていう名前で、初めて見た時に、おー金時豆じゃんと思って煮てみたんだけど、金時豆とはちょっと近くって、これよりも硬くて風味みたいなのが全く違っていて、甘く煮ても日本のあの金時豆みたいな優しいお味にならない。チリビーンズに使われるお豆が多分レッドキドニービーンズで、煮てもとろけない、皮が硬いから。そう、あれを家族に作ったらものすごい不評だったので、今回はこれでいってみたいと思います。厚手の鍋を用意してお豆ちゃんを入れます。レッドキドニービーンズはこういう乾いたお豆がごそっと入ったパックが2ドルぐらいで買えるから、チリビーンズは安く作れる。金時豆とか小豆とか、そういう日本の黒豆もね、あれだ、こっちのブラックビーンズってやつ買ったけど、全然あのこれと同じ、全然皮が硬い、こうなんかあの風味が出ない、とろっとほんわりした感じ。さあ洗います。これにお豆の量の3倍から4倍のお水を入れて漬け置き。なんかだいたい一晩漬けるとかよく書いてあるけど、あんまり漬けすぎると美味しくなくなるので、このお豆ちゃんの皮がちょっとブヨブヨになるぐらい、4時間とか5時間とかでいいと思います。150g だから 600ml を入れます。では待ちましょう。じゃじゃーん、日本のお土産をいただきました。チーズインかきたねスモークソルト味、いってみたいと思います。中はね、この箱の中はこんなちっちゃいパックが8袋入っております。反対側、反対側、ちょっと開けにくさは10分の7ぐらい開きました。なんだこれって感じ。こんな感じ。なにこれ、ハムチーズパンみたい。おいしい。くっついてる。パキして。パキって言ったよ。パキでいいんだよ。これはこういうものとして言ってもいいかもしれない。え、パキってこんなでかかったっけ。大きい。
あー硬いカナも食べます。うん、うん、うん、味は変わんない。おいしい。日本はすごいね。カジサオとストレス。おいしいお菓子ってなんだろうね。あ、抹茶、おいしいね。抹茶だね。アメリカのドーナツを食べ過ぎた後にこれ食べると味がしないんだけど、今すごい美味しい。続きましてこちら枝。枝すっごい前かも、高校生とか、うん、この森永ってさ、なんかさ、あのなんかのお菓子の会社だよね。イエイ。あー違う、なんかさ、トレーがね、プラスチックの2つ入ってて、それをペリペリペリってめくって食べてたよね。4本しか入ってない。4本だよ、だって書いてあるんだけど、これ小枝を作る前の大きい枝を作ってから小枝にしてるんだって。あ、だから小枝なの。知らない。え、小枝の小技だって、うまくない。小枝のカカオはちょっと特別だって。なんとかなんとか、いや、カカオ農家の何々につながるサステナブルなカカオなんとか量をなんとか用しています。サステナブル、サステナブル、サステナブル。うん、うん、うん、あれだね、あのアーモンド、あれアーモンドチョコアイスの周りみたい。なるほどね。なんか味変わった。なんかアメリカのチョコみたいな味する。なんかあのクランチと同じ味がしない。うーん、それが似てるの。 I like it。 さあ、こうして1回で2つ食べてたらさ、もうすぐ終わっちゃうじゃん。 Thank you。なんでそんな見てんの。お砂糖のようにしたいと思います。私はこれを使います。ココナッツシュガー。これトレジョでオーガニックのを買えるんだけど、オーガニックなのに4ドルぐらいだったかな、この量で。ちょっと独特な香りと味がつくけど、我が家はみんな大好きです。本当にお豆の量の大体 7,8 割ぐらい、みんなうちは甘めが好きです。でも沸騰したから一旦茹で汁を捨てます。今お豆150度から600ぐらいかな。ここからまた柔らかくなるまで煮ます。アクを豆に取ります。アメリカのお水事情なんですけど、うちはこういうフィルターを通してから使っております。なんか別に蛇口をひねったお水も十分きれいで飲めるんだけど、うちはアメリカに来てすぐにメイがなんかちょっとお腹を壊し気味で、結論は水が合わないってことで、ずっとあのボトルに入った水を買ってたんだけど、買っても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 回らないから、これに変えました。なんか甘くて美味しくなります。
これ私の大好きなスパークリングウォーター。アメリカはスパークリングウォーターの種類がものすごいいっぱいあって、中でもこれはなんか果汁の量が多くて美味しいです。カロリーもかなり低くて、お砂糖はゼロかな、うん、でも飲みやすくて美味しい。スピンドリフトと言います。いつもだいたいこんな夜中にお弁当の用意をしてから寝てます。学校はもちろん給食はなくって、スクールランチ、バイランチって呼ぶんだけど、バイランチは一応あるんだけど、まあ、並んで買って席について食べるってなるともう時間があまりなくて、あとはやっぱ日本の給食みたいに彩りとか栄養のバランスとか全く考えられてなくって、あんまり美味しくないみたいなので毎日持って行ってます。弁当は3個です。お豆ちゃんがボコボコ言ってきました。お豆が指で潰れるぐらいまで柔らかくなってきたので、お砂糖を少し加えました。2、3回に分けてお砂糖は入れると柔らかくていい感じに仕上がります。はい、砂糖を全部入れたら落とし蓋して 2、30分かな、ちょっと様子を見ながら。でもちょっともう鈍すぎるのでこのままにして寝ちゃいます。うまくいくかな、明日の朝開けてみます。おやすみなさい。